はいどうも皆さんこんばんは。 BC スウェル所属ワイルドリフト部門 ADC 担当のベビーロイヤルことフミヤちょっとサポート担当のレックスです。はい皆さんこんばんは。ということでですね、はい、ワイルドリフトパーチ 3.3 ウェイヌヌウェイウェイヌヌが出ましたと、はい、いうところでですね、パッチの音解説動画を撮っていきたいと思います。思います。はい、じゃあもう早速見ていきましょう。はいはい、じゃあね、ここはおさらいなので飛ばしますというところで、新要素新チャンピオンボイドを歩む者カサリンというところでですね、カサリンが登場します。いい、来たー。いや来たよ来たよ来たよ。カサリンとはね、はい、結構明治って言ったらいいんですかね、明治に対して強い、なんかなんて言ったらいいんだろうね、あのキャラクターは難しいですと、うんうんうん、でなんか特徴で言うと、ウルトが、うん、上がっていくたびに強くなるキャラクターですと。無限フラッシュだね。そう、もう本当にもうピャン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 みたいな飛べるキャラクターです。うんうんうん、はい、そいつが登場しますというところで、はい、このカサディンのね、スキルとかね、解説動画実はね、僕撮ってますね、もう。よかったら、そちらね、概要欄の方に入れておくので、よかったら見てみてください。これでね、勉強して、カサディンが登場したらすぐ使ってみましょう。はい。はい、じゃあ次行きまーす。というところで、チャンピオンのバランス調整見ていきたいと思います。はい。はい。初っ端から、やっちょさんが泣いております。なんでですか、なんでなんですか、運営さん。というところでドレイブンが直されました。皆さん、お前が強すぎるからだよ。そうですよね、もう僕のドレイブンの勝率は 67% ほどありますので、それのせいかなと。ああ、そうだ、はい、なりました。というところで、まあまあまあ、でもね、そんな大きいナーフじゃないんで、ちっちゃいナーフになってますので、まだ全然使えるかなというところで、1スキルの増加攻撃力反映率が 10% 下がりました。はい、うん、まあなんで序盤のダメージがどんぐらい減るんだろうね。まあで10も減らないと思うんで、そんな変わりません。はい。うん、全然強いです。はい、ありがとうございます。はい、どんどんね、最近ちょっと僕の YouTube のドレイブの動画の再生回数が落ちてるので、皆さんもうドレイブに飽きてしまいましたか、それとも興味がないですか。コメント欄にどしどし書いてみてください。真面目な悩みですね。ありがとうございます。はい、続きましてエコー。はい、エコーがちょっとナンフですね。そうですね、引き続きエコもナーフということで、うん、うん、まあ、ね、本当にちょっと、まあ、ね、調整なのかなこれ一応、うん、なんだろうね、まあ、うーん、なんかそんなに、まあ、あのジャングルのファームが多少、本当に多少かな、気持ち程度遅くなる、何秒とかのレベルでもよくわかんないんですけど、うん、まあ1スキル、3スキルかな、違うわ。あのパッシブですね、これパッシブの3発殴ったら強いみたいな、強化 AA なるっていうやつがちょっとだけ直されました、うんうん、なんで少しだと思います。はいはい、でこれは2スキかな、うんうん、1スキですね。5スキのマナコストが軽くなりましたというところで変わりません。はいはい、続きましょう。これびっくりですね。なんでなん、うん、ジェイスがバフされました。もう強いのに今の状態で、うん、なんか結構ねジェイスって強いキャラクターかなと思ってたんですけど、うんうん、1スキルがこちらもバフされました。はい、うん、なんでまたミントとかでもよく見るんじゃないかなと。まあそんなに変わらない程度の、まあ、バフだとは思うんですけど、うん、まあもともとそんなに弱かったかなっていうところもあるんで、まあ強いかなと思います。はい、続きましてパイキー。きたー、パイクです、パイクです、パイクです。まあやっぱね、勝率が低いんでしょう、このキャラクターは。そうね、そもそも使ってる人が少ないよね、新キャラなのに、うん、そうね、なんかやっぱ結局ね、なんかすげえキル取ってんなっていう時でもやっぱダメージ出てないキャラクターと僕は思ってますので、ね、まあバフされました。はい、うんうん、で基本ステータス、まあ10上がりましたっていうところ、まあここもそんなか、まあ、レベル16時点で140プラスで、うん、200円分ぐらい、うん、大してはないですけど、ね、でこれパッシブですかね、うん、沈みし者の力、まあ、これがまあちょっと回復しますよってことなのかな。そうだね、回復できる、うん、ダメージ量が多くなるよっていう、うん、なんでまあちょっとしたバフが入りました。はいはい、で続きまして3スキル、はい、こちらミニオットモンスターには 25% のダメージを与えるというところで、うん、これはどうなったんだろうね。元々が何
ダメージ何パーだったかだよね。そう、100なのが25になっただとびっくりだし。うん。うん。まあ、あれかな、100が25になったのかな、さすがに。なんか、トップパイクとかミッドパイクを出させないようにするってやつですかね。ああ、確かにそういうのもあるかもね。うん。で、分け前、まあ、これは、スキル説明修正されただけで特に変わりませんが。うん、うん。まあ、まだそんなに出ないんじゃないかなと、個人的には思います。僕もそう思います、はい、ありましたね、ほんと。また他の役割では活躍できてる子を考慮して、ミッドでのパイクの勝率が高かったから、ああ、なるほど、なるほど。ミニオンウェーブのクリア性能を低下させたんですね。理解しました。うん。失礼いたしました。はい、続きまして、ワニ。はい。ワニクトン。ワニクトンバフです。バフです。なんか、ナーフされたらすぐバフされるし、バフされたらすぐナーフされるキャラクター。エレクトン。というところで、まあ割と強いんじゃないですかこれ。強いねこれは。うん、メッタ切りのダメージ、まあ終盤も結構上がってるんで、うん、本当に育ってる時とかも本当止めれなくなるんじゃないかなって。そうね、今も普通に強いからね、レネックと、うん、そんなに弱くはないかなと思うんで、またトップレーンで結構レネックが出てくる機会が増えるんじゃないかなと思っております。はいはい、続きましてセニー、セナですね。はい、セナはまあね、ちょっとね強かったね。うん、うん、というところで、まあ、直されました。はい、というところで、まあレベルアップごとの攻撃速度に関してはそこまで、大きな差ではないかなと。なるほど。うん、であと霧発動時のダメージに関しても、うん、うん、まあちょっと直されたけど、まあ別にそんなにわーって思うほどでもない。うん、そうだね、そんなに変わんないんじゃないかなとは思います。これもまあこれでね、多分まだそんなに弱くなってないと思うんで、あとでもこの魂の施し、まあパッシブなんですけど、うん、がナーフされたとはいえ、今回クラーケンスレイヤーがセナ持てるようになって、そちらでのダメージ上昇っていうのもあるんで、もしこれでまあ悪劇普段使われてる方でダメージが足りないなと思ったら、ちょっとクラーケンスレイヤー試してみたりしても良いのかなと思います。はいはい、次回してシェンドノ、シェンドノ純真護法というところで、はい、ちょっとナーフですね。うん、そう、なんかシェンって、まあ、ウルト飛べるの強かったんですけど、なんか連戦強くねみたいな。そうね、うんうんうん、うん、ってとこあったんで、ちょっとナーフされましたね。まあこの、まあ、バリア量に関してはまあそこまで変わらないかなと思うんですけど、まああと、まあ、シェンって結構 HP を積むキャラクター。うんうん、なんで、まあ、まあでも 0.5% かそうね、 0.5% か。1000増えたとしてもなんぼだ、50か。うーん、うーん、そんな変わらんかな。変わらんね。うん、変わりません。強い時は強いし、弱い時は弱い。はいはい、次、なんか謎のそんなナーフです。まあなんか最近ちょっとね、ツイッターとかでもやってる人増えたかなっていうのはちょっとあったかもしれないね。そんな、なんかあったかな。なんか俺はちょっと見たよ、タイムラインで。まあ結構がっつりナーフされてますね。うん、うん、結構クールダウン短縮とかって大事なことだと思うんで、それもナーフされてて、あと2スキルのパーセバランスの回復、まあ、シールド量がちょっと下がってますよという風になってますが、はい、あ、うん、まあそんなん、まあ使ってる人もいないでしょあまり。なんか結構これソナさ、前体力回復が下げる代わりにシールド量増やして、うん、で今度シールド量も下げられるから結構ソナも弱いねこれも。うん、そうだね。まああと、まあナーフされた理由としては、まあ、ソナって、まあ、本当にそんなに使われてないかと自分は思ってたんですけど、まあ、うん、OTP とかその一部の人とかの勝率がもしかしたら高かったのかなと。あ、なるほど、うん、いうとこもあるんで、それでのナーフだと思います。はいはい、続きましてバナナソラカ。バナナソラカ別に関係ない。はい、バナナソラカ、まあ、アルティメットのねクールダウン短縮で本当に星願いがね結構打ちやすくなったっていうところで、はい、まあ、こちら少しだけナーフかな。うんうん、っていうところで回復量がまあ50、まあレベル3で50減って、その代わり魔力のパーセンテージが上がったっていうところで、本当にビビたる調整かなと。はい。うん、いうところで、まあそんなに変わらないんじゃないかなと。使う人は使うし、使わん人は使わん。はい。はい、ヤッソン。ヤッソンゴレライ。ヤッソンゴレライがね、さすがにちょっとね、なんか強くなかった？
え、俺なんかあんまり感じなかったな。なんかヤッソンは、いや俺結構バーンしてたし、うん、強いなと思ってたんで、まあナーフで、まあんまあんどうなんだろうね。イルド量が35、うん、わかりません。まあこれもなんか使う人は使うって感じじゃない。ダメージが落ちてるわけではないし、まあ、シールド効果時間のナーフもね、結構やそって突っ込むキャラクターなんで、まあ逃げ性能の時に、まあ、バリアが減るって言っても、まあ逃げてる時にダメージは食らうもんだしっていうので、ここもそんな変わんないし、うん、リード量に関してもそこまで変わらないかなと。そうね、うん、うん、思います。はい、変わりませんあんまりはい、続きましてブラッククリーバー。おー、はーい、ブラッククリーバーまたちょっとナーフされたとはいえ、はい、そのブラッククリーバーってちょいちょいナーフされてるんですけど、そのすごいちょっとのナーフなんですよ。うん、これぐらいじゃ積みます。積みますか。はい、積みます。まああの結局、まあ、6発殴らんといけんくなったっていうところで、まあただ、うん、あのパーセンテージに関しては 1% しか変わらないんで、うん、うん、まだ積みますね。なるほど。はい、でデスダンスはでもまあ結構感じることもあるかなと。そうだね、これ結構でかいね。うん、最大体力のねこう 5%まあ、ナーフされましたんで、やっぱまあ2000ぐらい、まあ、ファイターだと3000とか3500ぐらいかな、HP あると思うんですけど、うん、まあ大体、150とか170ぐらいとか、そんぐらいですかね。まあナーフされました。うんうん。うん。まあでも、積みそうだな。そうね、まあ効果自体が強いからね、うん、この。うん。だいぶ強いと思うんで、うん、もうまだ。うん。なんで、あと、次、ディバインサンダラ。はい。まあ、ディバインサンダラーのね、ナーフは、まあ、まあまあまあ、ディバインサンダラー流行りすぎ説はあったんで、まあいいかなと。確かに150増えるっていうのも、まあ、ぼちぼちあると思うんで、こちらも、まあ、もしかしたらビルド変わるかもね、ぐらいのレベルかなと。はい。うん、いうところですね。まあ、まあ、うん、どうだろう、ビルド変わんのかな、本当に。いや、変わんないんじゃない普通に、ドラゴン前に俺、ウーコンやってて、初手ディバさん言ってたけど、うん。多分150円くらいじゃ変わんないかな、まあ、ドラゴンのタイミングでうまいこといけば多分入ると思うし。そうですね、まあ結局ドラゴンワイトがね結構焦点に当たるということが多いと思うんで、それは変わらないかな、はい、そこまで変わらないかな。でデスダンスもやっぱファイターで持ってくと強いっていうのはあるんで、まあそこも積まれると思います。はいはい、フローウォータースタッフ強制ですね、フローウォータースタッフの。うんうん、どうですかこれは。これはそうだね、なんか結構エンチャント悪魔カルマとか、まあ、波でもそうだし、うん、ルルとかでも結構初手で積んでたりするけど、うん、まあ、書いてあることは、まあ、バフの効果時間が伸びてスキルヘイストがちょっと 5だけ減ったって感じだけだから、うんうんうん、そんなに変わらないし、むしろなんかバフの効果時間がちょっと伸びたからなんか美味しいまであるのかなって思ったりもしてる。うん、そうね、結局スキル回る時間ってのも4秒って1,2,3,4って結構短いからね。うん、まあバフに近いんじゃないかなと個人的には思います。うんうん、はい、以上ですかね。以上です。はい、はい、ルーンのバランス調整、おいびー、バフです。バフです。はい、3バフはわからん。わからん。3のバフはどんぐらい変わるんだ。わからん。わからん。でも確かにね、こう波動って、波動じゃないです、追いびって、うん、まあ序盤は感じるんですよ、やっぱ20だし感じるね。うんうんうん、うん、なんだけど中盤だよね。そうだね。うん、で、まあ、どうするかっていう問題はあると思うんですよ。やっぱりこう AP レシオをつけるとしたのであれば、うん、そのサポートとかでちょっと積まれにくくなるかもしれない。その代わりやっぱ明治チャンプとかでよく積まれるかなみたいな、うんうんうん、がまああるとはいえ、さすがにもうちょっと上げてもいいんじゃないかなとは個人的には思います。まあでもなんか今例 APC カルマとか、あとサポートの優美とか、うんうん、低レベル帯の連戦が強いのがいるじゃん。あ、まあ、それ強くするともう今現状すごい痛いから、うん、まあこれでいいのかなとも思ったりはしてる。うん、そうね、まあちょうどいい調整かこれは。うん、まあ、お指積んでみましょう皆さん一回は AP の時は。はい、
はい。はい、で、これで調整自体は終わりですかね。で、あとはなんかスキンがいろいろ追加されますってところで、うんうん、神の拳リーシンが来るのは僕は個人的にはいいなと思ってます。あとは、はい、すごい、プルパーティーグレーブスとか出るんだ、ジークスとか。俺、いいじゃん、一番欲しいの、蜂蜜真珠と。ですよねー。うん、俺、蜂になって走りたいもん。セナシンジとかね、見れる機会。セナシンジやりたい。はい、こう神の拳自身僕絶対欲しいんで、これは。はい。はい、誰かにね、プレゼント。皆さん、待ってまーす。僕も待ってまーす。ウィーン。なんつってね。はい。はい。やりたいと思います。じゃあ、パチノト、結構さっくりでしたね、今回は。そうだね、なんか、うん、本当に微調整。調整も、うん。うん。あ、どうぞ、喋って。あ、うん。同じく微調整。うん、みたいな感じでビビたる感じかなっていうのが多かったかね。うんですね。まあ瀬名が一番、うん、気になるかな、自分的には。まあでもこれも普通に使ってみて配信とかで使用感だったりそのね伝えていきたいと思いますので、よければライブ配信にもお越しください。はいはい、それではご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思う人は高評価、そしてチャンネル登録をクリック クリック、そしてこの相棒のレックスもライブ配信、 YouTube、Twitch でのライブ配信、そして、はい、ね、たまに動画とかも上げたりしてますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。